皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報法、今日もよろしくお願いいたします。今日は11月の9日、木曜日になります。お題がこちら。バフェット 追加投資来るかととといいいいうことで話をしていきたいと思います後ほどブルームバーグのニュースのページ見ていただきたいんですけどもアメリカのウォーレン・バフェットを率いるバークシャー・ハッサウェイ円建て社債を発行するというようなニュースが伝わってきてんでもちろん勝者上がってるということなんで、まあ、そこに絡む動きなんかをね確認しておきたいなというふうに思いましたニュースの中では取り上げられてないんですけどもね、まあ、おそらくこっちに来るんじゃないかって思われると思うんです よねで他にもレーザーテックやあと決算銘柄ではリクルート買おうとはということで見ていきますぜひ最後までお付き合いいただければと思いますよろしくお願いしますということでこのチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時で入れております必ず毎営業日やっております ほぼ日日本株速報チャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速今日の振り返りを見ていきましょう。日本株なんですが、三指数ともに上昇になっております。中でも日経平均株価、ぐんぐんと上げ幅を拡大し、最終的には479円の上昇で終わりました。市場関係者からは予想以上に強いと、昨日の動きは一体何だったんだと、えー、今日こんだけ上げるなら昨日下げなくてもよかったんじゃないかと、同感でございます。 ね、<laughs> まあそんな形で動いているということですね。トピックスも1点 26%の上昇で、まあ、昨日バリュー株かなり売られていて、商社なんかも売られていたんですけども、今日はしっかりとした動きになっております。一方、マザーズもマイナススタートマイナスの時間帯が長い状態からのプラス転換ですから、まあ悪くはないかなといった形です。で、まあ今マザーズって気軽に言っちゃいましたけど、名称は違っております。でももう、かマザーズでいいんじゃないって思ってきた自分がいますね。業種別ランキング見ていきましょう。今日はその他製品が 値上がり率トップになっておりますで。下がってるのがサービス非鉄金属のみですから、まあ、かなり多くの業種で上がっているということが分かりますし、昨日売られていた石油石炭、金編の工業なんかもね、かなり上昇率高いですから、まあ、買い戻しも入ってるんじゃないかなと、昨日の動きは結構大きな過度な動きだったのかもしれないなと思わせるような今日の動きにはなってますね。 で、その他製品といえばやっぱり任天堂任天堂高決算で上がってましたが、今日も上昇してるんですね。そしてレーザーテックがまた高値取ってきましたから、まあこれチャートの確認は一応しておこうかなといった形でございます。で、ぐるぐるぐるとこう見ていくとですね、まあ勝者なんかも大きく上がってますしね、チェックしていきますし、あとは決算銘柄等は一時ストップ高つけるというような動きですから、決算内容を確認しておきたいと思います。こちらがグロースの売買代金ランキングになっております。カバーは今日決算 B かなで決算前の期待から買われている売買代金結構多いですよねまた今日結構盛り上がってる感じはするんですけどねまあ、これがどういう風になっていくのかっていうのは注目ですで昨日情報修正をしてで株価が 良かったねと言っていたベースは大幅反落という形になりましたね。まあ昨日のローソク足もね、大きな陰線をつけていただけにやっぱりかっていう感じはありましたけども、まあ今後もですね、決算続々と続き、決算反応の一つの目安みたいな感じにならなきゃいいなというふうには思っております。 それでは個別銘柄を見ていきましょう。まず、勝者を代表しまして、三菱商事見ていきたいと思うんですが、終わり値では3.99%の上昇となりました。で、個別銘柄、こうやってニュースとしてね、紹介されてるというわけではないんですね。決算発表はもうすでに終えていてね、11月の2日に決算発表をしているという状態です。ただ今日はまあ上昇しているということなんですけども、やっぱりこれですよね。アメリカのバークシャーが、 円立て社債発行とということで,す、ね、で、すね今期2度目、今年2度目ということなんですけども、前回もね、この円建て社債を発行した後に、商社を買っていることが分かったっていう動きになりました。で、おそらくですが、まだ買うんじゃないかっていうふうに言われております。ね、株主比率で見ると、今8.5で、10%弱ぐらいまでは買うんじゃないか。なので、まあ まだ買うかもしれないですけどもね。でも、報道のコメンテーターの方がすごく面白いことを言っていて、もうこのうちの200億でもいいから、マザーズの銘柄とか買ってくれるとね、一気にそのグロス市場の方が盛り上がっていくんですけどね、みたいなね、そんな話をしていて、まあ、それはないでしょうけどね。えー、でもそれが起こったら本当に面白い展開になるのにな、というふうには思いますね。で、三菱商事のチャート見ておきたいと思います。冷やしチャートで見るとこんな感じになっています。 で決算発表したのが11月の2日なんですよね。で、ね、決算発表後もですね、陰線続きだったんですが、今日は要線をつけた、まあ。昨日結構大きく下落していたんですが、直近安値等は割らずに、そして今日は要線をつけて25日線の上にいる。チャートとて見た時には、崩れたなって感覚はないですね。でも9月につけたここ ちょっとちっちゃいダブルトップみたいな動きになっていて、ここはちょっと意識されやすい水準かもしれませんね。 11月2日の直近高値を超えてでもさらに上がっていくような動きが見られたら、それはもしかしたら何か大きな主体が買ってるかもしれないとかね、考えてもいいのかなというふうに思います。続いて、レーザーテック見ていきましょう。レーザーテックなんですが、今日3.55%結構大きく上がっているんですね。で、この中にはニュースとしては出てないんですけども、アナリストの予想、目当にちょっと修正があったっていう報道を目にしました。まあ見かけたらまたね、しっかりと取り上げ 上上げていいいききたいんですが上昇率もかなり大きいしやっぱり圧倒的な売買代金の銘柄が高値を更新してきたっていうこと自体は非常にポジティブですよね。でレーザーテックの冷やしチャートこんな感じになっていていやこれ25日戦の押し目が見事に効いてますねチャートの正解みたいな。 そんな動きになっております。実際に、まあ、ある程度揉み合ってから上離れが起こって、10月まで一気に上がっていって、で、一旦調整が入って、25日線の初押しをしっかり機能させて、そして直近高値を超えてきたっていうところで、改めてこれは上昇トレンドであるっていうふうに、チャート上は確認取れるんじゃないかなと思います。現在の PR 水準ですが、56.2倍、平均 PR を大きく超えてきている。 点はやはりちょっと心配なんですけどもあとやっぱ信用倍率が更新された後も0.85倍1倍を割れているので、まあ、受給的にも上がりやすい状況が続いているのかなというふうに思います続いて決算銘柄からリクルート見ていきたいと思いますリプルートは の下落となりましたタイトルを見ますと、決算サプライズ限定的で、戻りより優勢にということになります。えー、内容的には、上期最終26、26%増益で着地、7、9月期も35%増益。タイトルを見ると、非常に良さそうな感じがしますよね。でも、今回の第二四半期、売上高は残念ながら減収になっております。 営業域は4.3%のプラスです。そして修正がこの、えー、予想の比較との差で1%だけあるだけなんですけども、やはりこれはサプライズとはちょっと呼びづらいですよね。 実際に3ヶ月ごとの推移でも前年同期比マイナスになってますので、まあ、この辺は大きなサプライズなく逆に売られる展開になってしまったということですリクルートの冷やしチャート見るとこのような形になりました昨日までにね結構大きく上昇していたんですね決算期待からですかねまあでもその決算の事前の期待を超えることができず下がってしまったっていう形なんでしょうかロうソク足自体は要線をつけていて下ひげが長いんですが どうでしょうね。まだちょっと上値が重たくなりそうな展開かなと思います。需給で見ると4.71倍という形になっております。続いて顔を見ていきましょう。顔に関しましては、これね、決算自体はあんまり良くないように映るんですね。44%減益で着地ということになってます。ただ、まあ、決算内容とともに構造改革みたいなものも発表しているみたいで、 そこが評価されたんじゃないかっていうことでした。で、第3四半期累計決算として発表してきていますが、やはり減収減益の決算なんですね。でも進捗率は89.5%。まあ、この業績予想は達成できる可能性はそれなりに高いというところなのかなと思います。また、ちょっとした変化ですけども、営業益や経常益は前年同期比ではプラス。 となっておりますのでこういったところから徐々に変化が起こったりまた先ほどお伝えしたように決算とともにですね 構造改革を発表しているっていう点は評価に値したんじゃないかなというふうには思っています。はい。えー、顔の冷やしチャート見ていきたいと思います。顔の冷やしチャートがこのような形になっていて、ギャップアップで大きく上に上げてきたという形になりました。ただ、これは寄り付き天井になっていて、大きな陰線をつけています。また年初来高値には届いていないことから、まあ、ここから高値更新できるかって言われると、今日のロウソク足だけを見るならばちょっと厳しそうかなっていう感じはしますね。 Okay. で今、PR が63.9倍ということなんで、非常にやっぱ現役の環境下の中ではどうしても PR が高くなっちゃうっていう形ですかね、まあ、回復傾向にあれば徐々に適正 PR に戻っていくとは思われるんですが、ちょっとまだね、高いなというふうに見える数字ではありますね、ただ、信用倍率1.41倍、信用改ざんの方が多いことは事実ですが、そこまで需給重くなく、配取り回り2.66%、花王といえば連続増配っていう、なんかそんなイメージがありますので、 まあ長く持つっていう点ではねこれぐらいでもいいのかなと思えるような気はします続いて東和見ていきたいと思います東和はですね半導体の風刺っていうのもやってるような企業なんですね高付加価値製品の売上増で第二半期は上振れ着地というふうにあります で、ちょっと専門的だったので、で以前この銘柄を僕本命株に入れていたことはあったし、とことん分析したこともあるんですけども、まあ、風刺装置って言われてもね、なかなかどういうものかわからなかったので、チャット GPT に説明してくださいというふうにしてみました。で、どんな役割があるかっていうと、保護、信頼性の向上、電気絶縁、まあ、こんな形で、えー、この 風刺装置の役割というものがあるらしいです。そしてプロセスとしては準備、風刺剤の選択、風刺効果、検査。まあかなりね、デリケートなそういう機械なんでしょうね。で、これに対して非常に高付加価値な機械を提供している等和の、えー、今評価がすごく高まっているという形になっています。ただ今期予想に関しましては減収減益なんですね。その内容が今回どうだったのかっていうのを確認していきたいと思います。はい。 当和の第二四半期累計決算なんですが、えー、結果としましては前年同期比で売上高26.1%減、営業益が59.3%減です。ただ、何が良かったのかっていうと、従来予想との比較が大きく上振れているという形なんだと思います。まあ、結果今期の業績予想、最終的にもまだね、修正が入ったわけではないので、前期比、前週、減益という形にはなりましたが、 ただ、どうなんでしょうね。これで対通期進捗率33.9%ですけども、季節性なんかもきっとあるんじゃないかなというふうに思われ、まあ、ここでストップ高、一時ストップ高つけるぐらいまで上がってきたということになっています。東和はでもちょっと加熱してるような感じもしなくはないんですが、こんな形でなっておりまして、冷やしチャートで見るとね、えー、もうこの7月から見て、何倍ですか、まあ、?2 倍、3倍近いぐらいまで今日で上がってきているということです。 持ってたかったなっていうふうに思いますけどもねで現状 PR26.3 倍僕が見てた時は一桁だったなって感じがしますけどもここまで この状態でまだ減収減益予想の段階でここまで評価が上がることを予想するのはなかなか正直難しいかなというふうには思いますけどもね。でもまあチャートの原則に従って言えば買いのチャンスはあったのかもしれないなというふうには思います。それでは指数の売買戦略を見ていきましょう。まず日経金株価なんですけども、現状ですね、雲の上にもう一度抜けてまいりました。ちょうど雲のねじれがあって変化日でっていう話をしていましたよね。 そのタイミングで上に抜けてきた。直近高値はまだ超えてないってことなんで、直近高値超えが今週見れるか。明日 S q ですよね。S q 控えてますけども、どんな形になるのか。S q 値もそうですし、高値超えてくるかどうかも非常に注目かなと思います。ひとまず雲ねじれて、で、雲の上にいる。これはとてもいいことなんじゃないかなと思います。トピックス見ていきましょう。トピックスに関しましても、 明日雲がねじれるかなーっていった形ですね今は雲の中に留まってる感じではありますがまあ、昨日割れていた地高スパン 上に来ました。そして、雲の中なんですが、明日同じ水準でも、雲の上に出てきます。そして、徐々に厚みが出てきて、サポート力も強まっていくので、まあ、これは期待したいところですけどもね、昨日の下げは、まあ、一時的な、ちょっと行き過ぎた、そんな動きであってほしいな、と思いたいです。まず、えーズえと、改め、東証グロース250指数、もう改めるのがめんどくさくなってきましたね。で、今日陽線をつけまして、あと1日、 えー、ここで開催が出る可能性がようやく出てきました。ようやくね、この遅刻スパンが26日前の株価とぶつかるぐらいまでね、えー、再順が落ち着いてきたっていうところではありますよね。まあ、これそこうちの可能性十分にあり得るんじゃないかなと思いますし、ここ4営業日ほど RSI50 超えてる状態が続いていますから、これとてもいいことだと思うんですね。だいぶ流れが変わってきたのかなというふうには見ています。アメリカ株の終値でチャートチェックしていきましょう。昨日のダウは0.12%のマイナスで因線をつけて、上髭が チャートの雲の上にタッチしたところから下げているようにも見えなくはないかなと思いますが、まあ、まだ雲の真ん中、まあ、調整は入りやすいというタイミングで小幅安で留まった見方としてはそこ、まあ、がいでいいんじゃないかなという気はしますけどもね S&P500 は0.1%の上昇下髭が長いローソク足は陰線という形になっております、まあ、こちらもなんとかプラス圏を維持できた底堅いと見えますナスタックも 0.08%のプラスです。陰線ではありますが、ザラ場では雲を超える場面がありつつ、プラスまで持ってこれたこと、とてもいいことなんじゃないですかね。僕が見てた時間は若干のマイナスでした。でも、ちゃんとプラスで終えたってところはやっぱり底堅がい。金利低下の影響大きいのかなと思います。ただ 心配なのはラッセルですかねラッセルは1.1%の下落陰線が3本続いて RSI50 割れていて地高スパンも株価の下にいてっていう形です基準線まで割れてきてしまうとだいぶ見方が変わってくるかなという感じなので 今日反発してくれれば、また RSI50 超えてくると思うんでね、そこを期待して見ていきたいところかなと思います。はい。ということで今日はですね、まあ、バフェットさんの追加投資来るかということで、円建て社債。まあ、これやっぱいい雰囲気をもたらしますね。まあ、それをすごく感じた、実感した一日でございました。できれば、クロース市場の株、1個だけでもいいからなんか買ってほしいなというふうに思いますけども、まあ無理でしょう。<laughs> ということで、えー、今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄男とも分析するマガジン毎週金曜日更新で分析記事をアップしてます。えー、今週はですね、 ハミーといいう名柄を分析していきます僕の中ではスマートフォンのアクセサリーを販売、ね、e コマースで販売しているようなイメージのある会社だったんですけども、事業の中身を見るとね、やっぱちょっと違う部分もあったりとか。 今後のまあ見通しを考える上ではすごく重要な視点というのがあったなという気づきがありました月額900円初月は無料で明日中には書き終えると思いますのでぜひご注目いただければと思いますぜひ概要欄の URL をねチェックしておいてくださいまた次の出版ですが23年12月12日予定です、えー、たった5年でセミリタイアする最強の株投資資産形成ガチ速ファイヤーということで株式投資だけにとどまらず 副業や家計管理も入ってくる内容になっております非常に厚みのあってかつ読みやすい分かりやすいそんな本を目指して作ってまいりました是非楽しみに待ってい,ていただければと思いますよろしくお願いしますということで今日こんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降もこのような形で夕方5時目標で日本株速報をお届けしていきたいと思います明日も聴いていただける方は是非チャンネル登録をよろしくお願いしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう